ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻7時50分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。山形さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お帰りなさいですね。そうですね、はい、はい、いやいや、キューバから戻ってまいりました。キューバ、はい、これまずいろんなこと聞きたいんですけども、はい、戻ってきたのは結構前ですよね。そうですね、17日ですか。はい、はい、あの自主隔離の期間がありますんで、こんなところに来るわけにはいかないっていう。はあ、はい、いやいや、自主隔離は1週間くらい、その時はまだ10日だったんですよ。そうですか。ちょうど終わりかけになって、あの7日に短縮されたんですけれども、はい、ね、あのね、訴求的に短縮してくれればいいんですけども、そうはいかなかったみたいで、まあ、10日お勤めしました。そうです。あの、行く時には別にキューバではないんですね。ないです。キューバも完全に、完全にじゃないです解放されてますんで、でもまあある程度解放されてるという状況ですもんね、やっぱり国によって違うんですね。そうですね、またキューバもまたね、急に日本と全く同じように症状が増え始めてて、やっぱ一部の国からはやめようかなとかね、なんかひよってるんですけれども、まあ、どこもしょうがない。なんか特にこのオミクロンは状況がかなり急変しましたから、はい、そうですね。いやだけどその、ま、キューバ行ってみてやっぱりこの対処の仕方っていうのは違うなっていうのは肌でお感じになりました。この対処は、新型コロナウイルスに対してですね、もうあの彼らはワクチン9割終わってるから、あの俺たち開けちゃって平気だよっていう、あの、強気でいたんですけれども、まあ、オミクロンで増え始めてそれがちょっと揺らいできたみたいな感じで、やっぱりいろいろみんな対処に苦労してますよね、しばらく前はね、ワクチン打ってりゃもうおしまいだと思っていたらおしまいではなかったっていう、まあ、これはしょうがないんですけども、まあ、ちょっとみんなあの規制をそがれた面はありますよね、やはりキューバにいらした時点でキューバのニュースっていうと、あのやはり新型コロナウイルスのニュースが多いですか、多かったですか。そんなに多くないです。むしろですね、最初の頃は観光客が戻ってこねえよどうしようっていう、なんかうちだけ開けても他の国がまだ慎重で困るねみたいな話にあってました。そうですか、はいはい、いやもういろいろ聞きたいことばっかりなんですけど、世の中にお目をやります。そうですね、はい、岸田総理昨日の衆議院予算委員会で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京都への緊急事態宣言の発令について、少なくとも現時点では現時点で政府としては検討していないと述べ、慎重な考えを示しました。政府は当面現在適用中のまん延防止等重点措置の効果、これを注視する考えです。緊急事態宣言が出ますと都道府県は学校などの施設の使用制限、飲食店の休業要請、命令ができます。政府の指標では医療施設の逼迫度に応じた5段階のレベルのうち2番目に深刻なレベル3になると宣言が検討されます。都は現在一番下のレベル2です。レベル3は医療、一般医療をですね、相当程度制限しなければコロナ医療の対応ができない状態と定義されています。具体的にはコロナ向けの病床使用率、重症病床使用率が 50% を超えた場合などに、都道府県やがですね、新規感染者数、あとその増加状況などを勘案して総合的に判断するとされています。この緊急事態宣言の必要性ということなんですが、これは山形さんどう感じですか。はい、あのそこまでする必要はないんじゃないかとか、今のマンボウですらちょっとやりすぎなんじゃないかという気もしているので、はい、まあ、ここら辺はあの専門家の意見を、待つしかないと言いつつ、あの専門家の意見もね、なんかあんまり確信がいろいろやってるわけではないような印象をどうしても受けてしまうというのはあるので、この辺はむしろあのオミクロン株の性質についてもう少し考えつつ、むしろもう少し弱めでいいんじゃないかという気はしています。まあ、あくまで素人の感想ですが、はいはい、で都ですけれども病床6919床ありますが、この使用率 50% になれば宣言要請を検討すると、
東京の小池知事が言ってきました。で、31日昨日発表時点の病床使用率が 49.2% で、まあ、50% にかなり迫っていると。ただ重症者向けの病床というのは510床用意されていて、連日私もこれチェックしてますが、はい、都の基準で使用率は 5.1% なんですね、はい、で先ほどお伝えしたようにこのレベル3というこのものに関してですね、政府の指標ですけれども、これで勘案するならば重症病床使用率が 50% を超えた場合などに、まあ、レベル3ということですから、うんうん、今東京は 5.1 ですよね、はい、とまだ開きあるなっていう感じもするんです。素人ですよ。そうなんですよね、ねえ、で病床の方もなんか前回のやつで、はい、あの全然金だけもらってお前病床に患者入れてねえじゃないかって批判を受けて、はい、結構軽い人も入院させちゃってるみたいな批判も一部で聞かれて、どこまで本当かわからないんですけども、はい、なんかそういうのもやっぱり不信感の原因にはなってるので、やっぱりちょっとなんとかしてほれってか見てほしいところなんですよ ね、 そうですね、うん、でもう一つ東京都の実効再生産数、1人が何人に移すかのこの数字も、はい、昨日の時点で 1.56 ですから、はいはい、ちょっとずつ下がってるんです。そうですよ ね、1月10日が 5.26 でしたから、はい、まあ、そこからおおむね下がってきてますんでね、このあたりも様子を見てもらいたいななんて思いますよ ね、 おっしゃる通りです、はい、続いてはこちらですね。全国の公立小中学校と高校などで今年度欠員が生じる教員不足2558人に上ったことが文科省の初めての実態調査で分かりました。1897校で欠員が生じ、一部の小学校では担任を置けず、中学高校では授業が行えないなどの影響が出ていました。一方、今年度採用の小学校の教員試験の倍率、過去最低の 2.6 倍となり、なり手不足ですね、これも深刻な状態となっています。小中学校では多忙化へのこの敬遠などから教員の志望者が減少傾向にあるといいまして、その一方で産休育休の取得者、これが多くなり、人材が不足する現状というのが浮かび上がっています。この厳しい状況というこの数字ですが、はい、山内さんどうでしょう。いやー、これは辛いところですよね。本当に今おっしゃったように長中学校の先生すごい事務作業がたくさん重なって忙しくなって、特に今のコロナなんかひどい状況になってますし、給料あんまり上がらない、はい、昔僕が子供の頃は小学校の先生ってそこそこ社会の中で良い給料をもらっていたような記憶があるんですけど、はい、今はね、とてもあんまり上の方とは言い難い状況になっているのは間違いないところで、そうすると、まあ、忙しいわお金は入らないわだとやっぱりどうしても、辛いですよね。なり手はなくなりますよね、はい、まあ、公立学校の教員の採用試験の倍率、今年度の採用では小学校過去最低だった前の年度の 2.7 倍を下回り 2.6 倍、3年連続で過去最低となっています、うん、まあ、こういう数字が出てきてますね。そうですね、あとはこれに加えてモンスターなんとかとかね。そうですね、まあ、いろんなそういうのでみんな尻込みする人多いと思いますよ、はい、心が傷ついてしまってという、なんかあると叩かれちゃいますからね。そうですね、はい、間もなく8時です。8時になりました。2月1日火曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。今日もいいお天気、青空綺麗です。 3.7 度、気温は低めですね。北西の風が 3.9 メートル、浜松町は吹いています。今日の関東、乾燥した晴れの天気続くでしょう。午後は雲が出やすくなります。夜からは山間部で雪が降り出すでしょう。最高気温、東京都心と埼玉、千葉が10度、横浜11度の予想です。昨日とほぼ同じで平年並みでしょう。風が強めに
吹きます。沿岸部ほどより寒く感じられそうです。明日も晴れて風が冷たいでしょう。東京地方今日明日ともに晴れ時々曇り、現在乾燥注意報が伊豆諸島を除いた関東各地域、低温注意報が茨城県栃木県に出ています。今朝のコメンテーターは作家で評論家翻訳家山形博夫さんです。山形さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日午後5時半ごろ航空自衛隊小松基地、石川県の小松市にありますが、この所属の F-15 戦闘機1機が離陸した直後、この基地の西北西およそ5キロの日本海上でレーダーから消えました。大破した機体の一部が周辺で発見され、航空自衛隊は何らかの異常を生じて墜落したと推定、搭乗員2人の安否は現在のところ不明で、捜索を急ぐとともに詳しい状況を調べています。防衛省によりますと、消息が途絶えたのは小松基地にある飛行共同軍所属の F-15 で、訓練空域に向かうため2人が乗って基地を離陸しました。でこの基地の救難隊や海上保安庁が周辺海域を捜索したところ、夜7時半ごろ機体のこの外の板のですね、一部が浮いているのが見つかって、その後操縦士の救命装備品の一部も見つかったといいます。行方不明の F-15 のものと断定し、状況から墜落した可能性が高いと結論付けました。漁船などへの被害情報はないといいます。まずはその搭乗員の安否が気になるところですね。そうですね、2人ですか、救命装備品がすでに見つかっちゃってということは、なんか非常に暗い感じはしますけれども、本当に無事だってほしいですよね。はい、で第9管区海上保安本部によると、5時半ごろにはですね、夕方5時半ごろには金沢海上保安部に沖合で赤い光が見えた、こういう通報が寄せられたといいます。F-15、この航空自衛隊の主力戦闘機でありまして、飛行共同軍というのは通称アグレッサー部隊、侵略者と呼ばれていて、精鋭のベテランパイロットが所属し、全国の部隊を回って訓練の敵役を演じているということなんですね。ですからこの精鋭でも回避することができなかった何らかのことが起きたのではないかと。そうですね、しかも赤い光が見えた、なんか普通に故障してなんか不時着しましたっていうのではないので、ちょっとこれは気になりますよね。そうですね、いやだけどやはりこういうね、その絶えず訓練が必要なわけで、自衛隊っていうのもね、そして今お伝えしたように常に危険もつきまとうと。そうなんですよね、非常に大変で、しかもね、最終的には軍隊ってすべてそうですけど、使われないのが一番っていう、いくら訓練してそれで使われないのがいいっていうのはちょっと皮肉な立場なんですけどね。はい、で今お伝えしたようにこの飛行共同軍という飛行共同軍、これは教える導くと書きます、共同というのはですね、飛行共同軍というのは、この戦闘技術の研究とか部隊への教育を専門的に行う部隊でして、航空自衛隊でこの部隊が置かれているのは小松基地だけなんだそうです。で先ほどもお伝えしたように侵略者を意味するアグレッサーとも、敵役を演じることから、呼ばれていると。で、この航空自衛隊によると戦闘機この部隊をですね、教育する任務に当たるため、この部隊には高い技術が求められる航空自衛隊の戦闘機パイロットの中でも精鋭が集められているということなんですね。そうですね。であと飛行共同軍のこの F-15 戦闘機というのはですね、敵と味方が簡単に区別できるよう独特な塗装が施されている、これでも知られているということです。ですから、先ほどもこの何か破片が見つかったというのは、おそらく独特な、そうですね、の外反というか外の板、これが見つかったということです。状況的にはね、昔の映画のトップガン、今度新作来ますけど、あれとほとんど似たようなああいう訓練の世界ですけどね。
で気象庁によると天気どうだったかと言いますと、自衛隊の小松基地がある石川県の小松市含む北陸地方、冬型の気圧配置、あと上空の寒気などの影響で大気の状態が不安定になっていたということです。で小松飛行場に対するこの解説情報の中には、31日昨日の夕方にかけてあられを伴ったみぞれなどの可能性があるという見通しが示されていた、はいはい、で気象庁のレーダーによると小松基地の周辺では夕方5時ぐらいは弱い雨が降っていたと見られます。じゃあ風はどうかというと午後5時過ぎは 4.9 メートルの瞬間風速を観測していたということですから、はい、まあ、この風は別段そんなにね、そうですね、瞬間 4.9 メートルっていうのはそんなに強いとは言えませんもんね、はい、そうですね、はい、しかもなんかね徐々に故障したっていうんじゃなくて、もうどうも突発的な感じですからね、はい、気になりますよね、はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時6分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。おはようテラちゃん、時刻8時13分です。今朝のコメンテーターは作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日本経済新聞、3回目接種推進力欠く。新型コロナウイルスのワクチンのこの3回目接種のスピードが上がりません。政府が昨日公表したこの接種者の数408万人と全人口の 3.2% でした。この日には自衛隊による大規模接種会場が再開しましたが、受け入れ可能人数は従来の5分の1、自治体や診療所でのこの対応の鈍さ、あと国民の副反応への懸念もあるということです。3回目接種、18歳以上で2回目接種から6ヶ月以上経っていれば利用できます。居住制限は設けていません。防衛省のホームページや対話アプリ LINE を通じて申し込みます。でワクチンはアメリカのモデルナ製を使います。防衛省は昨日2月7日から13日の接種分の予約を受け付けたところ、全部で1万5000人ほどの枠が15分間で埋まりました。計画通り進めるには2月に1日100万回を超えるこの接種をする必要があります。まあ、しかし実現は見通せない状況であります。まあ、こういう状況だということですが、はい、山形さんいかがでしょう。これもう2回目接種から6ヶ月になんか短縮されたのってつい最近なんですよね。この間までは7ヶ月とか8ヶ月と言っていたんで、しかもまあ接種券 の発送が、僕の住んでるところだと昨日発送されて今日届くのかなみたいな状況なんで、はい、いや申し込みたくても申し込めないんですけどっていう、だから、はい、急に状況を変えていきなり1日100万回ではそれは無理に決まってるよ。あともう一つは、2回目打った時はみんなこれ打っちゃコロナ終わるのねみたいな感じはかなりあったけれども、それがこんなに増えちゃったんで、結局打って意味あったのかなみたいなことをみんなどうしても思ってしまうとは思います、はい、で結局後になってね、いや感染避けんじゃなくて重症化を避けるためのものだったんですよって、いやそういう話ではなかったような記憶があるっていうのもみんな多少尻込みする要因になってるのかなとは思いますね。はい、そうですね。だって2回打った時はもうこれで打ち止めみたいなね、そうなったんですよ、やったこれで大丈夫だみたいな感覚の方が多かったと思うんですけども、そうなるとね、まあ積極的に打つし、今回キューバから帰ってくる時ワクチンパスポートとか取ったけれども、ほとんど見てももらえなかったような状況だったんで、せっかく打ったのになっていうちょっととろう感はありますよね。はい、で岸田総理2ヶ月ぶりに再開
開した東京の自衛隊の接種会場を視察しました。記者団にその後こう強調しています。高齢者以外の一般の人でも接種券があれば予約できる体制を作った、今後どんどんペースアップしていくと。去年夏の感染拡大の第5波の際、重症者や亡くなる人も多く、国民の危機感も強かったわけで、一方オミクロン株はですね、重症化率は低い、感染力は強いと。隔離される感染者や濃厚接触者が多く、医療機関や保育などのインフラ混乱しています。新型コロナウイルスのオミクロン株による急速な感染拡大で、厚生労働省は昨日全面休園している保育園、保育所などが37都道府県の644箇所に上ったと公表しています。コロナ禍で最多となっている中、こうした混乱もあるってことなんですね。はい、本当に身近で感染者増えてますし、はい、あと子どもの学校がね、学年閉鎖に今なってまして、まさにこれのおかげで、でこういうので、むしろあの医療よりはなんか保健所とかの事務手続きの方が圧倒的に混乱しているという話で、これにちょっとあのオミクロンの実態と合わせて検討するっていうか、もう少し見直す必要はあるんだろうなとは思いますよね。そうですね。で、あのこれラジオ機の方もご存知の方はあの多いかと思うんですが、一応念のためにこれ東京に限りますけれども、東京ですね、昨日からこの自宅療養者の健康観察のやり方っていうのが一部変更になりました。で、50歳未満無症状軽症の自宅療養者、大きくこの変わったところは、この50歳未満無症状軽症の自宅療養者は基本自分で健康観察してくださいねっていうふうになりました、じゃあどう変わるのか、もう一回詳しくいくと、感染が確認されました、で保健所がこの入院の必要がないと判断した場合なんですね、保健所にが あなたはあの軽症もしくは無症状ですから入院の必要ありません、この判断した場合いくつかに分かれます。比較的その症状の重い方、この方はですね、一応入院の必要はないんだけども比較的症状が重い人は引き続き保健所が健康観察をすると。で無症状もしくは軽症者のうち50歳以上もしくは基礎疾患を持っている方はフォローアップセンターとか医療機関など看護師が健康観察をするという、このシステムです。で先ほども言いました3つ目が変わったところで、これも今まで言ったところは変わりません。でこれから言うのが変わったところ、50歳未満の方で、これは自分で健康観察を行うと。で大体これが6割ぐらいに当たるんだそうですね。となると、じゃあこの人どうすればいいかというと、相談は自宅療養サポートセンター、略してうちサポ東京って言うんだそうですけれども、現在電話300回線ぐらい用意して、でもし体調が悪化した場合には、フォローアップセンター、これ24時間、対応しているというところ、ここにはあの、看護師がいるそうなんですが、ここに、相談をするという、こういうこの流れに、少し変わったということで、おそらく入院する人を減らしていこうと。そうですね、いうことなんでしょうね。バトーナーやり方だと思います。はい、続いてはこちら、日本経済新聞、キューバ経済難の不満警戒。キューバの検察、去年7月の大規模デモの参加者790人を訴追して最長で禁錮30年を求刑しました。キューバでは新型コロナウイルスの感染拡大による経済の低迷が長引き、市民の政府への不満が強まっています。拘束者の過半を訴追する強硬姿勢の背景には、反体制運動が再燃しかねない、こういう危機感があります。大規模デモに参加した罪でキューバ当局に拘束されている男性の妻は、海外メディアの取材に対して無実は明らかだと訴えたといいます。男性は検察に25年の禁錮刑を求刑されています。スペインの通信社によると、今月中旬に57人のデモ参加者の公判が開かれました。14人の未成年者も含まれているといいます。被告人いずれも非暴力的で、 SNS でデモの様子を投稿しただけの人も含まれているといいまして、そのうち一部の人には禁錮30年が求刑されています。で別の45人の公判も始まっていて、今後相次いで長期間の禁錮刑が求刑される可能性があります。こうしたことがキューバで起きているということなんですが、先日キューバにいらした山本さん、これどう感じでしょう。いやこれ本当ひどい話というか、本当これデモって言っても、
別に政府を倒せとか言っていたわけではなくて、はい、単にもうなんか停電続いてどうなってるんだとか、はい、ずっとロックダウンで経済止まってて俺たち生活できないぞっていう話だったんで、いや俺たちちゃんと対応したぜっていうのを政府が見せればそれで済む話だし、むしろこういうの取り込まないといけないと、ところがなんか次々にねそういうこと言っただけで訴追されてしまうと、それからあと今ちょっとニュー、お読みになった中でそのスペインの通信社がって話がありましたけども、はい、実は今キューバ当局がこの外国のジャーナリスト通信社にすごい締め付けを加えていて、実質追い出しにかかってるっていう。でそうするとね、アメリカがいやキューバはなんか弾圧国家だから制裁するぜみたいなのがなおさら口実を与えてしまうっていう、自分で自分の首を絞めるような話になってるので、ここはちょっとやり方変えて、こういうの全部解放するからさ、アメリカもちゃんと頑張ってこっちの制裁解いてくれよみたいな、なんかそういう交渉に使ってほしいなとは思うんですけどもね、ちょっと今キューバここら辺敏感になりすぎていて非常に怖いです。そうですか。キューバでは去年7月のデモで合計1000人以上が拘束されたといいます。このうちキューバの検察790人を訴追したと発表しています。政府が反政府デモに神経尖らせるのは長引くコロナ禍の経済難で市民の不満が高まっているためでもあると。キューバのおととしの実質経済成長率マイナス 11% でした。コロナの感染拡大で主力の観光業が落ち込んだ、先ほども山口さんのお話の中でも出てきましたけども、この観光業が落ち込んだ。で、日用品のこの不足が深刻化するなど市民の生活厳しさを増しています。キューバ政府去年11月から海外からの渡航者の受け入れ全面的に再開し観光業の回復目指す計画でしたが、オミクロン株のこの感染拡大で頓挫したと。先ほどの山口さんね、はい、開いたはいいけれども客来ないよという状況だとおっしゃいましたね、はい、全盛期の2割くらいしかまだ戻ってきていなくて、でほとんどがロシアからだっていう。だからでも一方でね、そのロックダウンやってレストランとか開けるようになったし、いろんなところが開いて雰囲気は圧倒的に変わってるんですよね、でだから国民の不満もねかなり改善はされているはずなので、でここら辺もう少し経てばねこんな厳しい弾圧しなくてもうまくいくはずなんですけどもね、ただ去年の経済成長率は、はい、公式発表では一昨年はマイナス11、去年は、ね、2% って公式には言ってるんですけど、実際には多少鉛筆舐めてて、ゼロぐらいじゃねえかとは言われてます。だからねまだ辛い状況は続いてるんですよ。そうなんですね、はい、続いてはこちら、読売新聞、アメリカ安保戦略の発表先送り。アメリカのバイデン政権が NSS 国家安全保障戦略など安保関連文書の発表先送りする方向となりました。今月中にも発表すると見込まれていましたが、ウクライナ情勢の緊迫化により対ロシア政策の見直しを迫られているためです。バイデン政権国家安全保障戦略のほか、国防総省が策定する核戦力体制の見直しやミサイル防衛見直しなど一連の中長期戦略の見直し、この作業を去年から一体的に進めていました。ウクライナ情勢の緊迫化によって安保戦略の発表は春頃になる可能性があります。ウクライナ情勢を加味することでこれまでの対中国最優先の路線から対ロシアを含めた二正面作戦へと軸足を移すことも予想されています。このウクライナ情勢の緊迫化ですが、山形さんはこれはどうご覧になりますか。はい、ここら辺はやっぱり軍事力での攻撃が出てくるとやっぱり弱いなど、それでアメリカもなんだかんだ言いつつ対中に専念するというのができなくなって、二正面作戦といってでも外国へ出す軍隊増やしたりっていうのは今の状況だとなかなかできない状況で、どういうふうにしていくのかって、そうするとなんかドローンの遠隔兵器だけでやるのっていうのはこれも難しいって、やっぱり実際に人がいるっていうのの圧倒的な力っていうのはやっぱり買い難いものがあって、これ本当に対応迫られてるところだと思います。で国内的にはね、いいじゃんそんなのほっとけばみたいな話にどうせなるんだろうし、
これは難しいですよね、はいはい、で今年に入ってですね、北朝鮮の弾道ミサイルの発射も相次いでいます、まあ、昨日までに今年に入って7回ですね、北朝鮮の位置づけも再検討が進められると見られています。また中国とロシア、去年以降迎撃が困難な極超音速兵器の配備に向けた動き、これも加速させていて、こうした安全保障環境の急変にどう対応するかも注目されています。まあ、迎撃が困難な極超音速兵器が出てきたということなんですけども、これまた厄介ですよね。厄介ですよね、やっぱりあのかつてはね、あの弾道ミサイル持ってて、あの核の相互拡張破壊みたいな話で、あの安定っていう思ったんですけど、それができないというか、あの気がついたらやられているみたいなものがもう出てきてしまうと非常に対応しにくいですよね。まあ、北朝鮮は北朝鮮で、まあ、これ国防力をつけるんだという、まあ、この、ね、5カ年計画みたいのがあったのは事実ではありますけれども、うんうんうん、やはりこの経済制裁含めて、アメリカに向いてもらいたいという気持ちもあるんでしょうしね。そうですね、でも一方で本当にね、やっぱりそろそろやられるんじゃないかっていう焦りが出てきてるんじゃないかっていう見方もあるし、そういう見方も、はいはい、これまたねよくわからないところですよね、はい、さあそれではここから山形さんにこのテーマで話を聞きます。新型コロナはインフル並みの扱いにすべきなのか。日本経済新聞が新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直すべきか聞いたところ、季節性インフルエンザと同じ扱いにすべきだ、こういう回答が6割を占めました。感染症法、症状の重さや感染力に基づいて1類から5類に分類しています。新型コロナは結核、あと SARS、 重症急性呼吸器症候群などと同じ2類相当となっています。季節性インフルエンザと同じ5類に変更すると、保健所が感染者らを厳格に管理したり、入院勧告や外出自粛を求めたりする必要はなくなります。保健所、あと医療機関の負担を軽くするために5類に変えるべき、まあ、こういう意見は与党内にもあると言われているんですが、改めて山形さん、この分け方ですね、はい、これはどう思われてますか。そうですね、あの2類にしておいて今みたいに非常に厳しい検出追跡体制を続けろという場合、はい、それ本当にできてるんですかというのがやっぱり、はい、非常に大きな話にはなってくる。で非常に広がってしまって、もはや濃厚接触者の追跡も、まあ、自分でやってみたいな話になりつつあって、そうするとでまた事務手続きで保健所とかが忙殺されてて、病院も忙殺されてるってなってくると、本当にこれでいいのかという声が出るのは当然、そこにさらに症状がそんなに重くないようだという話まで入ってくれば、5類にすべきかどうかっていうのはちょっとそこまでははっきりわからないんですけれども、少なくとも今の2類と完全に同じ扱いずっと続けろというのはちょっと変な話だというのは普通に言えると思います。はい、でこの新型コロナの感染症法上の分類、季節性インフルエンザと同じ扱いにするべきだという、まあ、この声が6割多く上がる中ですね、一方でそうなるとこの感染の広がりを追えなくなるほか、医療費の自己負担が発生するという、まあ、こういうデメリットへの心配もあります。岸田総理、現時点での変更には慎重です。まあ、ただ国民の声に流されやすい、よく言えば国民の声を聞くって言いますけども、国民の声に流されやすい傾向がある岸田総理と言われておりますから、まあ、このあたり山内さんどうでしょう。そうですね、やっぱり特に菅総理時代からもそうですけど、感染者数、新規の感染者数がなんか政府の支持率に直結しているような印象が出てしまっているっていう、でやっぱりそこら辺非常に敏感になるのは政治家としては仕方ない面もある一方で、現在のような状態になると、やっぱりその患者数が増えていて、で終えて対応に追われてしまって混乱していることによる不満の方がだんだん増えてきていると。でこれまではまあね、デルタ株の時でも感染者数増えてるとは言っても、直接知ってる人がかかったりあんまりないよねみたいな人も多かった、僕もそうだったんですけども、今回は身の回りで僕出てますので、そうなってくると、いやこの感染者に対する
対応みたいなのを厳しくすりゃいいって話じゃないだろうと、すみません、自分に類が及んでくると甘くしろって話になっちゃうのはいけないんですけども、でもみんなそう思いますよね、はい、でこのオミクロン株についてはですね、国内外の報告で重症になるこの割合、あと入院が必要になる割合が、まあ、デルタ株に比べてはその低下していると言われています。あと症状、これもですね、発熱やその咳、あと倦怠感、これが風邪に近い症状が多いと言われています、うんうん、まあ、ただ専門家は死亡率はデルタ株よりは低いけれども、インフルエンザよりはかなり高いと見ていて、警戒を怠らないよう呼びかけています。まあ、新型コロナ、普通の風邪になってたのではないかと感じてしまう人も少なくないかと思うんですけれども、今お伝えしたようにですね、警戒は怠ってはいけない、うん、となると我々このオミクロン株に対してどう向き合えばいいんだってことですね。一方でね、はい、自主隔離期間を短縮したりとかいうのもありますし、はい、やはりそのあんまり怖がる必要はないんだっていうか、少なくとも今までみたいに厳重に隔離して絶対うつさないようにしてっていう、はい、そこまでの状況ではないんだろうなっていう感じはありますよね、はい、うん、でまたすいません、これまた身近な話になっちゃうんですけども、特に小学校今学年閉鎖してますけど、はい、やっぱ小学生とか一瞬で治ってしまう、はい、なんか1日熱が出ておしまいみたいな話になっているので、はい、そうするとそこまで対応しなくてもいいんじゃないってみんな思ってしまいますよね、だから本当に重症な人だけの対応になんとかできないものかというのは、多分素人感覚としてはどうしても思ってしまうところがあると思います、でまたほとんどの人、6割の人は非常に軽症、もっとで軽症で全然症状出ないっていう話になってくると、まあそれに応じたような対策ってどういうふうにあるのかっていうのをもう少し見直してほしいと、とにかく怖いから今までの続けろって話じゃないだろうとは思いますね、はい、でよく、まあ、2週間だったのが10日になったりとかですね、はい、その自宅でいてくださいよとか、ね、それが10日が7日になったりだとか、7日がまた5日になったりしてるって、そうですね、これって何かなと思ってちょっと調べてみたら、はい、まあ、これデータによるものだそうでして、どうもね、うん、一人の感染者に、例えば私なら私が誰か感染している人と接しました、うん、そこから5日経っているとその 83% の人が、まあまあ、感染するとか発症していると、うんうん、で7日経ってれば 95% の人が、うん、95% 私が発症する可能性がある、うんうん、で10日経つと 99% 発症する可能性がある、うん、だから、まあ長く取ろうとすれば10日取るしと、うんうん、いうことで、じゃあこの 83% でいいとするのかしないのかみたいなところもおそらくあるんですね。そうですね、連続的に変化、はいしているので、はい、多少はさじ加減になっちゃうんですよね、そうですね、どこでこう区切るかってところですね、です悩ましいところでもあります。でそんな中ですね、イギリス政府先週イングランド地方に入国する際のこの水際対策緩和すると発表しました。ワクチン接種していれば入国後の検査を不要とします。で新型コロナウイルスのオミクロン株のこの感染が落ち着いている状況では検査の意味が薄れていると判断したと、運輸大臣、ワクチン接種者への検査についてもはや意味がないと述べました。またスペインは感染の全件把握、軽い症状の人への検査をやめることを検討しています。まあ、欧米諸国緩和に舵を切ったと指摘がありますけれども、うん、まあ、こういう動きなんですね。そうですね、はい、まあ、これはそうなるでしょうね、やっぱりそろそろいつまでも、ね、止めてられないという差し迫った経済の事情もあるし、はい、うん、またワクチンも打ったしやることやったしこれ以上できないよっていう見切りもある意味ありますし、でも個人的には妥当な線ではないかと思います。はい、でじゃあ日本はどうかというとまだまだ厳しいですよね。水際対策も、はい、外国人の新規入国、ね、来月末まで原則停止です。まあ、これに関してはですね、留学希望者などが会見開いて、このできるだけ早く入国制限緩和するよう訴えています。また日本のでのこの濃厚接触者の待機期間、先ほど私10日7日5日と言いましたけれども、これ10日から7日間へとか短縮されました。はい、で諸外国のこの状況に鑑みると5日間くらい、まあ、私が先ほど言った 83% というこの数字でもいいんじゃないかという声もあるということなんですが、うんうん、
これ難しいところですね。難しいところですが、一方ではもう、はい、日本でも十分広がってるから、もういいんじゃねえか、なくていいんじゃねえかって声すらありますし、まあ本当にその感染者数とか他のいろんなことも考慮しなきゃいけないとはいえ、はい、ちょっとね、岸田首相も、単に厳しくするだけで人気が取れるのか、それともそろそろ緩和した方が人気が取れるのかっていう見極めは必要になってくると思いますね。はい、あとは山口さん、その先ほど私水際対策緩和というところをお伝えしましたけれども、はい、これ外国から評判はあんまり良くないんですかね。すごく評判悪いですね。特に留学生とか、はい、学費払わされて授業はリモートで、しかも来るなと、奨学金も手続きできないよみたいな状況が続いていて、なんだこれは、お前ら金だけ取って何もしないのかっていう不満にもなってるし、またそろそろ日本見切りつけて、むしろ中国とか韓国行っちゃうよみたいな人もいるし、そうなってくると将来的に日本の国際的な立場的にもまずいなと。でまた学生だけじゃなくてビジネス上の問題もありますし、これは何とかしないと、そろそろ考えないと将来的に禍根が残りますよね。はい、時刻8時36分です。時刻8時37分です。今朝のコメンテーターは作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。スウェーデンの音楽配信大手 Spotify、 先月30日この Spotify のプラットフォーム上で新型コロナウイルスをめぐる誤情報が拡散されていると批判が上がっている問題で、新型コロナウイルスについて論じるポッドキャストに注意喚起を追加する方針明らかにしました。 Spotify めぐってはカナダ出身のロック歌手ニール・ヤング氏が偽情報の配信を止めるか、自分の楽曲の配信を止めるか選ぶよう迫り、ヤング氏の曲の配信を取りやめていました。 Spotify がですね、ことの発端、 Spotify が配信する人気ポッドキャスト番組です。で、新型コロナウイルスワクチンの効果を疑う司会のジョー・ローガン氏がワクチン懐疑論者や、子どもへのワクチン接種に反対する感染症専門家などを登場させ、批判が上がっていました。今回の問題を受けて、先週はニール・ヤング氏が自身の楽曲を Spotify から削除しましたが、その後もニルス・ロフグレンやジョニー・ミッチェルなどの複数のアーティストが楽曲削除しています。ヤングの決断には WHO 世界保健機関のテドロス事務局長も賛同し、27日のコメントで、すべてのソーシャルメディアや報道機関を含む人々はパンデミック・インフォデミック誤情報の拡散ですね、これを終わらせねばならないと述べています。まあ、このニール・ヤングの決断ですが、山口さんいかがでしょうか。個人的にはまず何やって、あんまり賛成してません。実はこのジョー・ローガンっていうこの問題になっている、ポッドキャストの人って、別に決してその完全にね、ワクチン打つと磁石にくっつきますとか、そういうバカな陰謀論者を出してるわけではなくて、やっぱりワクチンの副作用とかもあるので、考えた方がいいよとか、子供はその、何もう症状軽いんだし無理にワクチン打つ必要はないんじゃないかっていう、非常に正当な議論持ってる人、正当な疑念持ってる人を呼んで、素朴に疑問をみんなでこう聞くっていう、そういう番組なので、これを出ているからなんか誤情報だおかしい、こいつを取り下げろっていうのはちょっとあまりにおかしい。アメリカで最近キャンセルカルチャーって何でも気に食わないやつ全部潰せ、クビにしろみたいな話になっていて、なんかそれに近づいてしまっていて、僕はむしろあまりこういうのはやらない方がいいと思ってます。はい、時刻8時40分です。テラちゃん文化放送、テラちゃんおはよう、テラちゃん。時刻8時51分です。今朝のコメンテーターは作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。
ビジネス最前線。この時間はセブンのそごう・西武売却について話を聞きます。セブン&アイ・ホールディングス傘下の百貨店事業の会社そごう・西武を売却する方向で最終調整に入りました。複数の投資ファンドや事業会社が候補になる見通しです。不振が続いていた百貨店事業を切り離し、海外中心に成長を見込むコンビニ事業に経営資源を集中します。で、近代小売業の礎を築いた百貨店デパートですね、消費者のこの価値観の多様化、あと大型化するこの総合スーパーなどの新たな小売りの登場で勢いを失いました。新型コロナウイルスでも大打撃を受けて、三越伊勢丹ホールディングスなど各社が生き残り策を探っています。2月中に価格などの条件を含めた交渉に入り、売却先の選定を始めます。売却額は現時点では、2000億円以上ですね、想定しているという模様です。で、セブン&アイは2006年にミレニアムリテイリング、現そごう・西武、これを現金と株式公開で2000億円超で子会社化しました。で、その後ネット通販も台頭して客足が遠のいて、店舗数完全子会社となった2007年2月期の28店舗から足元で10店舗まで減少しています。まあ、この百貨店の苦境なんですけれども、山口さん、これどう感じでしょう。はい、昔から言われていた話で、はい、まあでもだんだんあのデパートって昔はその高い買い物をして上を見てこう行くようなところだったのが、で経済成長が続いている時だとみんな上を見ながら百貨店のすごいあの綺麗なこういう感じの展示っていうのにこう惹かれたんですけど、だんだん横ばいになってきて見込めないと、じゃあショッピングセンターでいいや、コンビニでいいや、果ては百均でいいやと、で、まあ、たまの買い物はネットでいいやって話になってしまってくると、なかなか存在意義どうするのかって話になりますよね。で、一部店舗をショッピングセンター化するなどこのテコ入れ図る一方で、百貨店成長が見込めず、改装もほとんど行っていないと言います。21年2月期にそごう・西武を中心とした百貨店事業の有利子負債1461億円でした。コロナ禍での営業自粛、これもちろん響いてですね、21年2月期の百貨店事業の営業損益66億円の赤字、22年2月期も45億の赤字になる見通しです。セブン&アイホールディングスの22年2月期の連結純利益の予想2150億円と、そごう・西武を買収した2006年2月期の879億円から 2.4 倍に伸びます。しかし株価はここ10年間15年8月につけた5998円を超えられない状況が続いています。これですから百貨店が生き残る策というのは何なのかってことですね。そうですよね。昔の商社がね、ただの中間搾取業者と言われていたのが、こう投資して育てる方向に変わっていって成長したみたいな形のがあるのかもしれないですよね。で、またそういう役割を一方では今無印良品みたいなところとかが自分でいろんなところに手を出して、あの提案するみたいな形でやってるっていうのもあるので、そういうやり方をなんかこう参考にするという手はあるのかもしれないですけど、難しいですよね。で、これに対してですね、大株主ですね、百貨店などコンビニ以外の事業の低迷原因だと指摘してきました。発行済み株式数のおよそ 4.4%、 これを保有するアメリカバリューアクトキャピタル、これが21年、投資家向けレターで低収益事業のリストラによるコンビニ事業への集中化、コンビニ事業の分離をすれば時価総額が2倍以上になると主張しました。で、国内のコンビニ市場の伸びが止まっていますけれども、海外はコンビニ成長を見込まれています。セブン&アイはおよそ2兆円を投じてアメリカガソリンスタンド併設型のコンビニスピードウェイを買収済みです。今後は国内事業の売却などで資金を確保して海外でのこの成長投資に充てる方針ということです。コンビニ事業に集中するセブン&アイということのようですね。そうですね、昔は本当に泡沫
の卑しい事業だったコンビニが主力になるっていうのは皮肉なもんで、百貨店もね、昔はしばらく前はアジアでね、すごく成長業種で、やっぱり香港やバンコクのそごうはすごかったんですけども、もうそういう時代ではないということですかね、やっぱり時の流れなんですかね、はいはい、ちょっと寂しいですけどね、はい、ビジネス最前線でした。おはよう、テラちゃん。今朝のコメンテーター、作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。今月4日いよいよ北京オリンピック開幕です、はい、山本さん、ウィンタースポーツというか注目する競技ありますか？特にね、これというのはなく、やっぱりスキーのジャンプというのは見てて面白いですので、これはちょっと見たいところですよね。 K 点越えなんてのですよね、見たいですね、はいはい、よく飛べるなっていう。いやいや、全くあれ上から見るとね、こんなみたいな、ですよね、逆さまの世界ですからね、あと風でね、ゴーサインが出たりだとかしますもんね。さて、その北京オリンピックなんですが、新型コロナウイルス対策として選手やスタッフなどの健康状態を管理する専用のアプリについて情報を盗み取られる恐れがある、まあ、こういう指摘が出ています。北京オリンピックでは新型コロナウイルス対策として健康状態管理するため、大会に参加する選手、スタッフ、それに報道関係者などに対して専用のスマートフォンのアプリを導入し、毎日体温、体調を記録することが求められています。ただこのアプリについて、カナダのトロント大学の研究所がですね、第三者に情報を盗み取られる恐れがあるとして、セキュリティ上の欠陥を指摘しているということなんですけど、まあ、これ、中国外務省の報道官は完全なる言いがかり、でっち上げと否定はしているものの、真偽定かではありませんが、中国にはつきまとう疑惑ではありますね。そうですね、その一方でね、コンビニの Wi-Fi 使っても情報抜き取られる恐れはあったりするので、どこまで深刻なのかというのは、ちょっとどこまで真面目なのか、また一方でアメリカとか一部の国だと、SNS のね、アカウントもチェックされたりするっていう説もあるので、この辺はどこがひどいのかっていうと、鍋釜だっていう説はあります。はい、山形さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。